皆さん、こんにちは。クニネムです。今日はこの日産もこのオイル交換をします。5000キロ前に、オイル交換を、欠かさずずっとしてきてます。で、今12万キロになりましたんで、24回目になるんですかね、のオイル交換ということです。で、いつもオイル交換の時に使用しようと思って忘れてることを、もう今日こそは忘れずにしたいのが、オイル交換する前に現状のオイル量を、ディップスティックで見ると、今まで一回も見たことないですね。いきなり抜いて入れてましたんで、交換する前にオイルの量を見たいなと。漏れてたら当然減るんでしょうけれども、漏れを確認できなかったとき、本当にオイルは減ってないのかどうかっていうのを、なんかちょっと気になるんですよね。で、今日こそは、まずディップスティックで、オイル量を見てからやりたいと思います。で、フィルターは交換しません。だけれども、脱着をします。取って中のオイルを捨てて、でついてたフィルターをもう一回つけるという変なことをしたいと思います。それとずっとやってきてることなんですけども、ドレンプラグについてるワッシャーですね。あのワッシャーを私わざとこう交換しないということをずっと実験的にやってます。で、初めからではないんですね。初めの頃にドレンのボルト自体を交換してます。なぜかと言いますと、もともとついてたボルトが、この車は14ミリのボルトやったんですけれども、小さいボルトなんか嫌なんで、17ミリに交換したんですね。昔のワゴン R についてたような。で、その時に、ドレンワッシャー変えてます。で、その後交換してないんですね。で、ドレン用のワッシャーは実はこう山ほど持ってまして、もう一生分ほど持ってるんですけども、あえて交換してないのはですね、これ本当に交換しないとあかんのかなという疑問がありまして、なんか必ず交換しましょうみたいなことをよく言いますけども、なんで交換しないといけないのかよくわからないと。で、それで、今日24回目になりますけれども、ずっと交換してきてません。あのワッシャーっていうのはクラッシャブルになってまして、ボルト締め込んだ時に若干潰れるように、アルミだったり銅だったり、比較的柔らかい金属で作ってあると。で、押し潰されることで密着度を上げて、オイル漏れをしないようにという意味の、ワッシャーだというふうに私思ってるんですよね。だから漏れさえしなければ別に何でもええし、漏れなければ別についてなくてもいいぐらいかなと思うんですね。で、今まで一度も漏れません。交換してないのに。で、ひっくり返したりね、漏れてくれないかなといろんなことしてるんですけど、漏れないと。で、今日もちょっと交換する前に漏れてないか確認してからしたいと思いますけれども、毎回も交換しましょうって当たり前のことに言われてることですけど、私はこれ23回オイル交換して漏れないんで、多分交換しなくていいかなというふうに今になって思い始めてます。で、砥石でね、ワッシャーを研いだりとか、そういう手間のかかることはしないという、ことでやってます。もうついてたらもうそのままつけると。で、今日からそのフィルターをまた、同じものをつけるということをしますんで、これでまたそこから漏れるかどうか、またこれから見ていきたいなと思います。くれぐれも真似をしないようにしていただきたいと思います。自己満足でやってるだけですんで、おそらくそのドレンのワッシャーは交換する必要がないと。漏れたら交換するぐらいでいいかと思うんですね。漏れる気配まで全然ないですね。ただ取り付けるときは、きれいに掃除をして、平らな面を確認して、やらないといけないと思います。そしたら、今言っておりましたそのね、まずエンジンオイルの量から、見ていきたいかなと思いますけども、前回の動画で、
多分言ったと思うんですけど、オイル量多めにしてます。最近の車はその燃費重視で、とにかく燃費を良くするためにできること何でもしようという、そういうノリがあるかと思うんですね。ですからオイルはシャバシャバで柔らかい、そして量も少ない、タイヤの空気圧なんか 2.8 入れてくださいと、もうちょっと行き過ぎたようなことになってると思うんで、自分なりにそれ修正しないといけないと思うんですね。メーカーの言いなりになってたら本当に、その車壊すだけじゃなくて、危険な、命の危険にも関わるかと思います。ですから私オイルは今日入れるのは10W30 です。もう少し寒くなったら 5W30 とかにするかもしれないですけど、メーカーが指定してるようななんか20とかね、あんなオイルは私は入れません。これをする、この硬いオイル入れることによって燃費は悪くなるかと思いますけれども、燃費よりも私はそのエンジンを守るというのがこのオイルの仕事やと思います。よくエンジンオイル変えたら車が調子よくなったとか速くなったとかっていうのを私昔聞いたことあるんですけど、いいオイル入れたらそうなるんかもしれないですけど、私はそれオイルの仕事ではないと思ってます。オイルは車を良くするというよりは、このエンジンオイルはエンジンを守るためのものだというふうに思ってますんで、燃費悪くなろうが車が少々遅くなろうが、エンジンを守ることを最優先と思ってます。私はシャバシャバのオイルは使わないで、この 10W30 を今日、今まで通りね、これ使っていきたいというふうに思います。ちょっと長くなり、前置き長くなりました、すみません。だからオイル量を見ていきます。それではオイル交換前の現状のオイル量をディップスティックで見ていきます。前回5000キロ前にオイル入れた時はアッパーレベルギリギリまで入れてます。メーカーの指定するオイル量は少ないというふうに思ってのことなんですね。で、目立ったオイル漏れはないという状態で見てみます。オイル量どうなってるのか、めちゃめちゃ少ないですね。アッパーとロアの間には入ってますけど、3分の1ぐらいですね。多分映ってないと思うんですけど、この上のこっちの印の方まで満タン入れてたはずが、ここまで減ってると、5000キロ走ってこんなに減るっていうのは、漏れてるか、オイルが燃えてるかですよね。もう一回見ます。映らんな。確実にオイルが減ってます。なんで減ってるんかというのが問題ですけども、ということで、5000キロ走ってあんだけ減るということは、もしこれ1万キロオイル交換しないで走っていたら、ロアレベルより下まで減ってる可能性があるということですよね。5000キロでオイルを変えるっていうのは、別に早い交換じゃないということがこれでわかります。では下回り見ていきます。これがオイルパンです。これがドレンボルト、ドレンプラグ。オイル漏れが一切ないです。
何十回と同じドレンのこのワッシャーを使い回してます。交換せずに。だけど漏れないと。何十回と漏れないのであれば毎回交換しないでいいというふうに思います。これはオイルフィルターですね。これも漏れがない。今日はこれ中のオイル捨てて脱着して再利用します。ではオイル抜いていきます。これがドレンですね。今日も一滴もこぼさず、手を汚さずやりたいと思います。いけた。汚れてない。あ、これちょっと汚れたか。今取り外したオイルのドレンボルトです。で、言ってたワッシャーがこの銅のワッシャーですね。まあ、汚いんで、とりあえず一回洗います。今洗いました。これがドレンのボルト。ちょっとこの頭がすり減ってきてます。で、これが要交換のワッシャーですね。これはもう磨くこともなく、そのまま使います。これでもう20回ぐらいやってきましたけども、なぜか漏れない。多分これ裏返しにつけてると思います。一体いつ漏れてくれるのかなと思ってるんですけども、この使い回しのワッシャー、
20回で漏れないということは多分50回ぐらい大丈夫かなとも思うんですけど、これ取り付けていきます。今オイルを入れまして、ちょっと置いときます。でこれがですね、オイルのフィラーですけども、ここにオーリングがあるんですね。これちょっと洗いまして、このオーリングもちょっと手直ししたいと思います。よし、でエンジンかけます。走行距離が119734。これで、5分ほど置きます。はい、暖気も終わりまして、オイル量を調整しまして、最後確認します。OK ですね。上のアッパーレベルをちょっと超えるぐらい入ってますけどね。1ミリぐらい超えてるかな。はい、それではオイル満タン入りましたんで、これでテスト走行をしときたいと思います。動画はここまでとします。最後まで見ていただいた方ありがとうございます。またこういう動画を上げていきますので、ご興味のある方ぜひともお付き合いをください。それでは。
今、モコテスト走行してます。なんやかんやりまして、まずアイドリングストップの機能をキャンセルするというやつですけども、まあ、あの後全く異常なく快適にいけてます。不具合ないですね。フードのラッチについてるマイクロスイッチを外して、スイッチが働かないようにしたということですけど、不具合なしで、もうアイドリングストップとは永久にさよならできたと思います。で、次に、マフラー交換した件ですね。マフラー交換して、今走ってますけども、何の変化もありません。まあ、当たり前ですけどね。同じマフラーですからね。何にも変わらず。まあ、それが一番いいんだと思いますけど。で、あと、このモコの、エンジンオイルの交換しましたね。まあ、これも特に、変わりません。まあ、オイル変えたらね、ちょっと、レスポンスが良くなったり、まあ、スムーズにエンジンが回るようにとか、まあ、言いますけども、まあ、それ全く期待してませんので、そういうことは。まあ、エンジンを守ってくれれば、それでいいかなと。ということで、で、あと、車検に備えて、回し回りやとか、ちょっと点検していくのと、なんだ。なんか、ちょこちょことしていきたいかなと思います。ほんで、インジェクターのクリーニングしたんですよね。もうあれはもう効果絶大でしたね。なんか排気量が上がったぐらいの感覚がありましたね。まあ、でも、その後不具合なく、調子よく走れてます。全然話関係ないですけど、このままついでにで、ゲーム屋さんに行って、プレステのコントローラーのケーブルを買わんとダメなんですよ。プレステのコントローラーのケーブルが壊れたというか、通信しなくなりまして、子供がフォートナイトできないということになってまして、アマゾンで安いケーブル買ったらね、充電はできるけど、本体と通信できないということで、やっぱ純正買わなあかんなと。まあ、車もそうやけど、何でも純正ですよね、やっぱりね。本当に。まあ、ケチって社外品買ったらあかんと分かりながら、ずっと社外品を買って、ひどい目に遭ってますね。もう皆さんはそんなことなく、きっちり純正品で、いろんなものを修理されればなと思いますけども。あ、ゲオが見えてきた。あのゲオに行ってプレステのケーブルを買って帰って、子供とフォートナイトをしたいと思います。